宮内庁は新年にあたり、天皇ご一家と上皇ご夫妻、秋篠宮ご一家の映像をそれぞれ発表しました。天皇ご一家の映像は赤坂御所で撮影したもので、テーブルには今年の江戸である牛にちなんで、疫病を払う縁起物といわれる赤べこが飾られています。側近によりますと天皇陛下は、 赤べこの由来などを説明されていたということですまた上皇ご夫妻と秋篠宮ご一家がそれぞれ笑顔で会話されている映像も同時に発表されました宮内庁は例年新年にご一家が集まった映像を発表していますが今年は新型コロナウイルスの感染リスクを考えてご家族ごとに撮影しました 新年にあたってのご一家での撮影は昭和30年代ごろから続けられていますがそれぞれ別に撮影したのは初めてだということです。